これが僕の愛し方。喧嘩した日から泣かせた時から時間だけが過ぎてく。風邪ひいてない、無理をしてない、笑えてるはずないよね。午前涙声で震えてる。今なんて言っても聞き取れないよ。感情が止められない。今すぐ会いに行く、君に会いに行く。この胸にあるありふれた言葉じゃ伝えきれないから、抱きしめるんだ。君の笑い顔も君の泣き顔も君のそのすべてのひとつひとつなのは君がいること、君がいてくれること。当たり前だと思ってたこと、当たり前じゃなかった。今すぐ会いに、どんなに眠たくても君の話を聞くよ。得意なのも苦手なものも知ってるから、全部知ってるから、僕に頼ってほしい。これが僕の愛。
ありがとうございました。チキンナレッツでした。ありがとうございました。チキンナゲッツ、今一度大きな拍手ありがとうございました。頑張って。これからですね、チキンナゲッツ即売の方入ります。で、先ほど言ったミニライブ、というか、うん、サンパレスでのね、ロビーで の、 あのライブのチケットなんかもあるみたいです。そうですよ、はい、また今日で、うん、ぜひぜひ CD あと3種類も、はい、持ってきてる、持ってきて最新からね、はい、あのございますんで、ぜひ、うん、お土産に買っていってください。写真とかも、お写真とかも撮ってくれます。本当に、チキンナゲッツの3人あの気さくです、はいはい、ですのでぜひぜひ、今日を機にですね、また応援してあげてください。しかもですね、今年、はい、東京、関西、広島、福岡でワンマンライブが決まってます。だってそれこそ過去の話になりますけども、うん、あのね、ゼップ福岡、あそこ、はいはいはい、超前にしたんですから、うん、すごいんですから、ね、はい、ですからまたあのあそこに劇場っていうか、またあの舞台もできるなんて噂もありますから、うん、できたらぜひね、またいっぱいにしてほしいと思いますよ、はい、ね、応援しましょうね。さあ、そんな、はい、チキンナゲッツの皆さんでした、はい、ぜひ CD の即売の方もよろしくお願いいたします、はい、さあ、今どうにかお天気持ってるぞ、持ってるぞ。本当ですよ、よかった、晴れ女晴れ。